撮りながらやるか喋ってますか、撮りながらやるか。いやもうすでに撮ってますけど撮ってますけどいつまでライブ的なんでどうしようかな、どちらのお客さんたち行こうかな。ここのオーナーさんたちがちょっとどれがどれだか分かんなくなっちゃったな。あ、よかったらちょっとあのインタビューさせてください。どちらの車両乗りですか。あ、僕はですね。どちらからいらっしゃったんですか。群馬です。あ、群馬ですか。で3時間ぐらい。90キロぐらいですかね、3時間、ちょっと小雨で、はいはい、ですよね。今日北側から来た方みんなやっぱり雨降られちゃってて、はいはい、東京側からいらっしゃってる方みんな雨結構降られてたって。あ、そうですか。GS かなんか乗ってるんですか。 GS です。おー、ね、今日 GS アドベンチャーです。あ、本当ですか。私は GS と、はい、GTL 2台。 あ、本当ですか。今日は GS、 GTL も多くてもダメ、はい、だから私の名前なんだけど甥っ子はほとんど乗ってるんだけど。なるほど。はい。これ今持ってます。YouTube のはずも一緒にこれやってますんで、もしよかったら。何年ぐらい乗られてるんですか。私は2009年の T シャツから、はい、タクバルの T シャツから、はいはい、その前だから2008年頃かな。はいはい、私まだ新人で5年ですね。へえ。BMW 5年です。お、私 RT2 台乗って、はい、それで1600にして、はいはい、それで思いついて今度は GS が4台目なんだけど、5年でだけど3台乗ってますすごいすごいですね、すごいですね。1000の XR を乗り継いで、はいはい、でアドベンチャーの方が、はい、やっぱりこれだよなって思って一番高いの買いました。はいはいはい、40周年記念モデル、はいはい、うちのあのうちつくばなんですけど、つくばのお客さんも5台ぐらい新車を下ろしましたけどね。うん、40周年記念、あれもともとすぐ来なかったですからね。あ、そうですね。物ありました、すぐ乗れました。いやー、5ヶ月ぐらい待ちましたね。あ、ですよね、ですよね。ちょうど今みたいにこう、はい、逼迫してるような感じじゃなかった時ですけどね。そうですよね、そうですよね。あれ何人ぐらいで来たんですか。今日17、俺聞いたのは20人っていう。あ、そう。でもいや、車バイク数えたら17人。はいはい。タンデモが2人、そう、タンデモが2人だから19か20で、19か20ですね。やっぱりすごいですね、人数ね。あのバーベキューのあれが4500円がなければ、はい、その倍ぐらい来たんだね。そういうことね。私3000万です。なんかあるんですよ、なんかあるんですよね。主催者側だ。主催側ですよね。あれ入ってるから、なるほどね、もうずっと入ってるじゃないですか。はいはいはい、だから BM 優遇ですよね。そうですよね。もう乗った時から入ってるから。で今日のルートはワインディングがあんまりないでしょ。まあこっち来るとつまらないですからね。正直ね。で、いや遠回りしてくればね、はい、また別なんですよ、ね。はいはい、ここから向こうに行くことはあるんですよ。やっぱりよくあの群馬行きますから。あ、うん、やっぱロングになっちゃいますからね。
赤城山とか大好きですから。赤城の裏もいいですよ。そうそう、裏赤城が一番最高にいいですよね。もう雪はなくなってきたからね。ね、そうですよね。でも表と裏は気温が5度ぐらい違いますね。違いますよね。違います。違いますもんね。私もよく好きで裏からこう登ってますから。あそこいいですよね。で、三山赤城。はい、城も三山を赤城春菜名義と、はいはいはい、ですね、はじめできますもんね、あそこね、そうね、あれはいいです。そう、大概行くと大概本当赤城からスタートして春菜、ね、ね、行きますからね、ずっとね。でも私ら今シーズン初めてで、今日あらそうですか、車ばっかり好きやってるじゃないですか。いいよね、車ばっかだ。会長と、あ、会長とはまた別なんですけど。そうですか。でも競技スキーやってるから。はいはいはい、なるほどね。群馬だとでもあちこち行けますよね。東北にも行けるし、いいですよね。北海道とかは行くんですか。私はバイクでやりたい。そうですか。いや、やめよう、行こうと思ってたらコロナになっちゃった。はいはいはい、はいはい、許してくれ。でも行こうとしてます。早く行かないと年が重ねていくと行けなくなっちゃう。今おいくつですか。71です。あ、そうですか。私のね、専属のいわゆるお客さんだと、ね、70一番高い人で82います。82います。あと10年乗れるかな。ああ、そう、そう、おで、なんかお年をおかけすると実際80歳だとか結構ある話なんで。でもほら、元パンクの京都様はね、京都様80です。そう、80です。八木原会長の目的です。元気ですよね、はい、すごいですよね。八木原会長は目標なんで、私も今53なんで、あと30年頑張らなきゃいけないんで。去年からスキーの競技入れたんだ。そうです。すごいですよね。いやいや、私は20歳からやってんだけど、去年から競技入りましたので、ちょっと動画撮りながらちょっと無理が、競技入ったんです。値段もどんどん上がってますからね。実際でもこのタイプは後ろが電刹入ってるから GS と同じなんですよね。GS と同じなんですよ。あっち側のそうクラシックと通常 の普通の丸めのやつは電刹入ってないんで、いわゆる本当の旧車に近い作り方にはなってるんですよ、本というと。でフロントの三つ股のとこ のそのフォークと曲がるとこ の中心のところもそれぞれ違うんです。これで一番ハンドリングで軽いのはクラシックってタイプが、タイヤがちっちゃいんで一番軽く動きます、はい、一番軽く動きます、うん、そう。いや、こんなに広いんだったら試乗車持ってきてここで試乗してもらってもよかったな。すごい良いですよね。正直なんか移動で乗ったんですけど、携帯ですね、RC 動性が上がってるんで、うん、あちらのケールがついてる。座る位置がちょっと長くなってる手もありますね。着座位置変わってるんですか。うん、どうぞどうぞ、ちょっと感じを味わっていただければ。高いですね。そうです、かなり高い位置から。高いですもんね。これは軽快に動かせそうですね。はいはい、ね。試乗車ではないんですか。一応ね、これは中古車で売ってます。はい、あ、売ってるんです。売ってますもん。売ってます。一応285で売ってます。パーツ代は一応ちょっといろいろ大人の事情で、はい、還元してますんで。これ山道面白そうですね。そうですね。もう一台 RAT のクラシックでもやる予定なんで、この仕様。クラシックの方がタイヤが前のタイヤちっちゃいから、もうちょっとさらに軽快だと思いますよ。風強いです。また風強くなってきた。綿刈りやすいそうですね。
それウィンカー大丈夫なんですね。これはあの CE の あの企画取ってるんで、はい、CE 企画は取ってないと通常あの面積とかですね、はい、あとウィンカーの幅であの車検ルールって決まってますから、はい、うん、それがちゃんと満足してるので、はいはい、うん、大丈夫なんですね。めっちゃ硬いこれ。腰いきます、これは。これきついっすよ。これ段差越えた瞬間に多分急ブレーキ踏んで止まる。止まる。でも皆さんポイントはこれなんですよね、小林さん。これかっこいいっすよ。超かっこいいっすよ、これ。ポイントはこれ。これ注文したことあります？こっちない。黒で来るんですよ。あ、黒で。そうそう。サマさんでグランツ塗ってもらったんですよ。はい。これは純正ですよ。あ、こっちは純正です。これね、純正。何言ってんすか。ちょっと、やれてないんじゃないの。どこからでしょ、になっちゃうんですか。微妙に見慣れてないなんておかしいな。あれ、テントになかったっけみたいな。微妙に色合いが違うんですよ。そうです、微妙に。微妙だから、オリジナルとね、はい、あ、合わせてやってもらったってことなんですよね。もう一台とクラシックベースでもやります。あ、そうです、はい。もう塗ってあるんで、あと組み立てるだけなんで。みたいで高いですよね。高いですよ。高いですよ、ね。高いですけど、あのなんとかやってもらいました。高いけどやるとこんなに違いますよね。はい、あれだって。あとフロントフェンダーもこの色にしたいです、ね。ああ、はい。ですね。フロントフェンダーも薄サイプレで。そうですね。この程度で。でも、まさに次はそれですね。フロントフェンダーにピースサイプレで。はい。あります。バカ、バカ。されるとヒルかな。YouTube の撮影大丈夫ですか。入れます。あ、大丈夫です。モトラット筑波です。この近くの筑波でお世話様です。本当に。また毎年このイベントやってるんで、ぜひ筑波の方もまたご案内お送りするんで、はい、よろしくお願いします。グッズ販売します。ね、はい、オリジナルグッズ、ね、あるんですね。サーカー新作です。おうおうおう、これ今スタッフの人、これがみんな、はいはいはい、文字がおお、かっこいい。バックコードなんかないんだ。日光方面ですね。一番遠いところだとどこまで行かれたんですか。すごい、すごい、初バーですかね。お、あ、モトラとデイズですね、はい。北海道とかないんですか。まだないです。あらら、このバイク、このバイクの前って何乗ってたんですか。今 GS です。あ、 GS だったんですね。150です。はい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 、はい、試乗させてもらって、はい、軽井沢の山で行ってきたんです。はいはいはい、試乗車でいいですよね、はい、軽井沢行けるんですもんね。最高ですよね。だから気に入っちゃって振り返りました。はいはいはい。ツーリングのステーションも最高ですよね。これは今年もの、あ、じゃあちょっとどうでしょうね。顔にかぶるやつ、マスク、はい、じゃこの方かな。ちょっと持ってますよ、ね、ちょっと、うん、はい、ちょっと顔わかってるんで。なるほどね。お仲間とかあんまりこうそれほど一緒に行かれる方っていうのは、あの本当お店つながり。そうですね。あとは、あ、この方と一緒に同じ職場なんです。なるほど。あ、そういうことね。はい。一緒に。あ、1名様に当たるっていう。当たり前だったら当たる。当たり前です。当たり前じゃない。当たり前。限りがよくない。そうですね。でもこれは別にね、世の中でうるさいことじゃないもんね。どっちかっていうと気持ちいいジェントルな音っていう感じだと思います。あれ以上、普通のバスではどんな音かな。普通の
その枕によってはどんな音するのかな。こっち消してみようかな。はい、違いを聞いてみましょう。あ、違い聞きたいと思うぞ。はい、ありがとうございます。皆さんのね、ダメ感かけちゃう。食べてるよ、こっち。ちょっとブルブルってやってよ。すいませんね、大人っぽくない遊びしちゃいまして、ね、子供ですよね、音でバンバンやるのは。でもこれは子供的な音なので、全然気にせずですね、皆さんオプションのマフラー買っていただけるといいかなと思います。僕は今日営業してるわけじゃないですね。皆さんにいい音だということをお伝えしたかっただけなので、もしね、ディーラーさんの方に行ってあの音がもう一度聞きたいという方はですね、ご自身でお伝えになっていただいて自分で聞いてみましょう。ただ一つ言えるのは、自分でこうアクセルがアクセルブルンブルンってやるとですね、聞こえないんですね、その音、人がつけてくれないと。ですから友達がつけていただいた R18 の後ろを走った時に初めてこのいい音が聞けます。本人はなかなか聞けない。だけど周りの人からよかったよね、あのマフラーの音って言われて気持ちよくなるかもしれませんね。はい、あとは皆さんの考え方次第でございます。それじゃあね、またなんか自分でブルンブルンしたい人はですね、こちらの方にお越しください。あ、じゃあずっといたんですか。いましたいました、まさかね、8時からました。あ、俺10時半。ありがとうございます。もうあの今喋ってる方も去年あの退職されちゃったんで、あんまり重視です。なんか去年もマイク持って喋ってたような気がするんだ。めっちゃ黄色、せめて白だったね。我慢できないですけど、皆さん、バナーとバナーの間に入っていただけると、作品が送る。こんな感じで後ろに行く分には顔見えますんで大丈夫です。後ろの方は大丈夫だそうです。ただ前の人がね、背高いと顔隠れちゃったりしますからね。皆さんの目でカメラが見えれば大丈夫です。こんな感じですね。はい、この右手の側の人、もう少し左の方にずれていただけるといいかなって感じがしますね。こっち側ね。大丈夫かな。皆さん、こっちのカメラ見えてますか。最初は練習です。マスクしてる人とか、ね、してない人がいますが、これは国がね、10でいいって言ってるので無理して集まるって結構ですよ。でも外した方がかっこいいかな。まあいいか。はい、じゃあいきますよ。どうもご協力ありがとうございます。一部の方、せーの。あ、こっちなんか大丈夫ですかね。言わなくて言ったらいいです。ね、前にグーとかパーとかやんなくていいですよ。やってください。じゃあすみません、一回練習なんですよ。前にグーってやってもらいます。いや、してます、してます。前にグーってやってもらうと、一回次の手に手してください。したら後ろの人はこうやって顔隠せるんで、いきなりグーにすると顔隠れちゃうので練習です。せーの、グー。じゃあ本番いきますよね。はい、本番いきます。じゃあ最初はグー。これ本番ですよね。じゃんけん大会じゃないですよね。じゃあじゃんけんいきましょう。最初はグー。あ、じゃんけんぽい。なんか目指してたじゃないか。